グレース・ジョーンズは、ジャマイカ系アメリカ人の歌手、モデル、女優。1970年代にアンディ・オーホールのミューズとなった。聖職者の父と政治家の母の間に生まれ育つ。1965年に、ジャマイカからニューヨークへ移住し、シラキューズにある、オノンダガコミュニティカレッジで演劇を専攻した。その後、179センチメートルの長身を生かし、 ファッションモデルとして活躍。NY のクラブ、スタジオ54にて、アンディ・ウォーホルと交流を深め、作品のミューズになった。1980年にリリースしたシングル、プライベート・ライフは、スライロビーらジャマイカのアーティストが参加したレゲエの楽曲で、全英シングルチャート17位を記録した。1981年にリリースされたアルバム、ナイト・クラビングは、 n m e 氏のアルバムオブザイヤーに選出されている。同年に発表したシングルプル・アップツー・ザ・バンパーはアメリカのホットダンスクラブプレイチャートで7週連続2位、R&B チャートで最高位を記録。1985年にイギリスでもリリースされたプル・アップツー・ザ・バンパーは前衛シングルチャート12位を記録するヒットとなった。また同年にリリースしたシングル スレーブ・ツーザ・リズムも12位を記録した。アルバムジャケットの多くをジャンポール・グードが手掛けている。2008年にはマッシブ・アタックがキュレーターを務めたメルトダウンフェスティバルに招かれ、ステージに立った。モデル業、歌手業と並行し、アーノルド・シュワルツェネッガーの映画、キング・オブ・デストロイヤー、コナン・パートニーや、ロジャー・ムーア、クリストファー・ウォー・ケンらと共演した0 0七美しき。 獲物たちに出演するなど女優としても活躍している。ありがとうございます。